I'm ready to burn the fire. I'm ready to miss in the face. I'm in the night. タンタタン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 。こちらアナウンサーこうちゃんです。本日の出場選手にインタビューをしたいと思います。まずは刈払いの3203から本日の意気込みをどうぞ。はレース関係ねえや。俺は朝倉未来に勝ってよ。このブレイキングダウン9のオーディションでや全国制覇すんだよ。あ、いや、今回はブレイキングダウンのオーディションではなくて刈払いの比べるレースなんですけども、3200様ですよね。エントリーいただきありがとうございます。え、刈払いブレイキングダウンじゃないは？なわけねえじゃんお前。ここお前刈払いじゃねえだろお前。ブレイキングダウンって俺聞いたよ。え、違うの？え、お前喧嘩しに来たんだよ。俺喧嘩めっちゃ強いよ。俺あれだよ、大阪のさ、高倉台のさ、地元でさ、マジの本当にぶっさ、お前舐めてたよ。あ、やんのかよ。刈払いなんてしねえよこの野郎。3200って名前じゃねえよ。そういう風にしても本当は真面目なのは僕知ってるんで、はい、大丈夫でございますよ。あなた喧嘩なんてしたことないじゃないですか。草しか買ってないことないじゃないですか。あなた知ってますよ。しかも最近出たばっかりってことも知ってますよ。はい、あんまりふざけてると痛い目見ますよ。はい、それでは続きましてですね、長尺の刈払いさんにインタビューをしたいと思います。はい、今回レースに向けての意気込みをお聞かせください。今回の草刈りレースに招待いただきましてありがとうございます。なんかすごい相手の人さっき見たんですけど、すごいヤンキーみたいな感じでとっても怖かったんですけど、長年のキャリアを、見せつけて、なんて言うんだろう、私としては彼らが喧嘩とかしてた間に図書館とかそういったところで、勉強してたものですので、我々そういったものこういうところでルールを設けてもらって正々堂々と戦えるところがありがたいです。はい、そうですね、力で通じるって、正直中学校卒業したらもう犯罪になっちゃうじゃないですか。中学校でもダメだけど、なんか、昔、カバンの中から教科書全部校庭に捨てられたりとか、裸で軽トラックに乗せられて引きずられたりとかしましたけど、そういう武力みたいな時代ってもう IT の AI の世界でもう終わってると思うんで、なんかここで、新しいみたいですけど、関係なくキャリアと、あと実績と、あと勉強、クモンとか言ってたんで僕。はい、なんでクモンの力見せつけ。さあ、入場してきましたは SRE3200 です。U タイプでございます。ノリノリでございます。この勝負をきっかけに、広瀬アリスと繋がることができるのか、果たしだ。おーっと、これはダサい。さあ、来ました。SRE2720 長尺タイプ。これはかなり、おーっと、年配だ。おじいちゃんだ。かなりプル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 してるけど大丈夫か。おーっと、おじいちゃんが転倒。レース以前に大丈夫か、おじいちゃん。はい、両選手のインタビューが終了しました。それでは、刈払いどっちが早いのかレース、それではご覧ください。どうぞ。はい、ということでスタートしました SRE3200 と SRE2720 長尺タイプ。さあ、スタートしました。同時に号砲が鳴って2人とも勢いよく飛び出した。さあ、まずは肩を並べているが、おっと、じわ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 と上の SRE3200 が少し前に出ている気がする。さあ、はたまた SRE2720-2720 は着々と一歩ずつ歩みを進めていっているように見えるが、おっと、 SRE3200 がかなりリードしていくか。これはもう石橋も差を広げてしまっている。おっと、 SRE3200 がエンジンをすごい強烈なエンジンとともにぐん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 加速していきます。さあ、 SRE2720 頑張れ。冷静に草を刈っている場合じゃない。昨日はどうした？どうした？クモンの成果を見せるんだ。ここでこそヤンキーにやられたあの思い出をやり返すんだ。さあ、 SRE3200 は後ろを振り返ることなくひたすら前に進んでいきます。この切れ味素晴らしいと言っても過言ではありません。さすが 30cc のエンジン。さあ、これでこのまま一気に進んでしまうのか。 SRE2720 あの時の鬱憤を晴らせ。頑張れクモンで
ルールに、まあ、あやられてしまう。 SRE3200 がもうゴールしています。 SRE3200 がゴール。さあ SRE3200 がゴールしてしまった。 SRE2720 頑張れ頑張れ。 26cc のそのエンジンの力を見せろ。長尺のその首の長さを見せろ。トモンで培ったその計算式を見せるんだ。今こそヤンキーに俺はすごいと証明してみせろ。最後までやりきれ。ゴール。 SRE2720 ゴール。はい、今ね2つのマシンを、比べてみて借りました。結論から言います と、やっぱりそもそも長いやつだとこう右左に振る時間がかかるっていうのがまず1つですね。こっちの方、はい、でもう一つ小さくてこの SRE3200 の方なんですけど、それは、まあ、短い仮払いの長さ180センチの長さで、借りるのとプラスあのエンジンのやっぱ回転数が高いんで排気量が高いんでラインを結構長めにだいたい15センチとかぐらいまで流してもこれぐらいの草の刈り高だったら全然刈ることができました。はい、平地に関して言うとやっぱ排気量が単純に大きい方が早く刈れるのかなというふうにちょっと思いましたね。はい、走るのと一緒でピッチかけるストライド一歩の歩幅プラス回転数になってくるのでまあ早く刈りたいっていうふうになればまあ、この場合ね仮払いの場合ストライドっていうのが簡単に言うと切れ味、つまり同じラインを使ってるんだとエンジンの排気量ですよね。まあ、単純なんですけども排気量がやっぱり高いってことは一歩のストライドが大きいプラスピッチの方なんですけども長い仮払いだとやっぱ往復にちょっと僕はそんなに苦じゃなかったんですけどもまあ、左右振るのに、もしかしたら人によっては振られてしまうかもしれない。でも3200の方だと左右を振るのに時間がかからないので、まあ、ストライドもピッチも、高い、日本の選手でいうと山縣亮太選手みたいな感じですかね。長い方はですねちょっと排気量のないサニーブラウン選手といったところでしょうか。また皆さん調べてみてください。なので、用途によってねもちろん使い分けはあると思うんですけども、こういう感じで同じ幅で買ってタイムも出たかと思いますので僕ちょっと今編集してないんでどれぐらい早かったか分かんないんですけどただこっちに関してはやっぱり何点か何個かあって、まあ、しっかり握ってないと暴れちゃう。で芝をきれいに刈る場合はトラ刈りとかにもなりがちになりそうなのでクオリティを求めるのであればアクセル全開にしない方がもしかしたらいいのかもしれないですね。はい、こっちの場合は長い方はね、アクセル全開にしてもさほど、気をつけることができるんですけどこっちがアクセル全開にすると結構本当に固定する筋肉パワーマッスルを使わないとブレちゃったりとか、地面を削っちゃったりとかすることがあるのでまあ諸刃の剣ではないんですけどもただ単にもう草をなくしたいとかそういう風な草刈りの場合は3200はベストだと思います。飛んでくるのだけね体に飛んでくるのだけちょっと気をつけてやってもらえればいいかなっていうのとただクオリティをね求めてそんなに急いでないっていうんだったら全然この普通のエンジンっていうのは 26cc だったっけの普通のエンジンの、短くても長くてもどっちでもいいと思います。はい、っていうような感じで仮払い長い仮払いとそれとも短いパワフルな仮払いどっちが仮進むの早いんでしょうか。動画でございました。はい、それではまた次の動画でお会いしたいと思います。次に会う日まで、レッツゲロン。愛、魂、笑い。それすなわち、エネルギー。皆様、ご安全に頑張りましょう。それでは。